さあさあ名古屋はここからどうするかですね、立ち上がり。そうですね、はい、まあ、あの攻撃としては悪くないと思いますのでね、さあ安藤シュート、これで300回スリーポイント成功となりました。安藤シュート、はい、名古屋ペースになりかけたところでターンオーバーですね、はい、ありましたんでね、はい、名古屋こういうところは気をつけて深いところですが、しっかりと安藤シュート決めてきています。もう今日は完全ゾーンに入りました ね、はい、そうですね、もう完全復活と言っていいんじゃないですかね、はい、あそうですね、39 ですかね、38.9 9点取ってます。はい、安藤のスリー来ましたね、スーパービーター。安藤の第1クォーター300回のスリーポイント就効で始まり、前半安藤のブザービータースリーポイントで締めたという前半スリーポイントを決めました。ハレルソン選手はね、相変わらずこういいのでね、はい、やはり大阪としてはいや今日止まりません ね、 そうですね。安藤シュートのスリーポイント、この第3クォーターでも炸裂しています。安藤スリー、今日は安藤選手が本当に活躍していると言いますか、スリーポイント量産してますね。もう守っていきたい、守りきりたいというところ。安藤スリーが来るか、今日は苦しいところでこの安藤シュートがどれだけピンチを救っているでしょうか。安藤シュート、この試合20点目を挙げています。いや素晴らしいですよね。いやこれも大阪の、まあまあ、それほど致命的ではなかった、まあ、ターンオーバーからの得点となりましたので。そうですね、やっぱりここいいスクリーンをねヒルトン選手がね、はい、ここでかけてるんですよね、はい、チームの苦しい状況を救ってベンチからもこういった表情、安藤シュートのスリーポイントを称えていました。安藤とマッチアップしている今野、時間をうまく使いながら安藤3、この体勢からの安藤も小さくガッツポーズをしました。